英語で話そう。こちらは3組様まで、生の英語で話し合う。直しですよね。すごいですね。ありがとうございます。大サービス。紹介書しないとまだ出てもらって。こんにちは、ミックスカフェのキョンさんです。毎回いろんなお知らせをしているのですが、まだまだお知らせできていないものがございます。本日は陽子先生と英語で話そう。陽子先生は第3土曜日14時から45分間ワンドリンクプラス300円。安いですよね。すごいお安いと思います。すごいですよね。うん、で英語でお話ができちゃうんです。陽子先生の英会話、英会話英語で話そう、こちらは3組様まで。そう、ご予約優先ですんでね、はい、予約をね、はい、ぜひしていただいた方がいいですよね。はい、ぜひぜひご予約をお願いいたします。はい、ただあの10歳以上のお子様から受付となっております。本当ですね。今はあの大人の方がね、そうですね、はい、来られていて、すごく楽しそうにお話しされているのを横目でちらちらと今日から見ておりました。うんうん、あの英語で話さないとどんどんね、そうですね、退化していきますよね、英語の能力が。ワンドリンクプラス300円で英語先生存分に、うん、そう、3組さんですから、はい、本当に少人数制ですよね。はい、あのお友達とかとね、お支え合わせの上、いらしていただいたら、うん、もう女子トークが弾むって感じになるんじゃないでしょうか。本当にそう思います。はい、うん、いつもは LINE とかでね、お話ししてることを英会話で、うん、生の英語でお話ができちゃう。うん、すごいですね。はい、何回も言いますけど、ワンドリンクプラス300円ですよ。ここめっちゃ推しですよね。はい、陽子先生、ありがとうございます。大サービスなんですけど、もっとちゃんとした講師をね、うん、あのされてきてるんですよ。うん、ACC ジュニアの講師歴が2年もあります。その前にね、2年間、はい、カリフォルニアですね。はい、カリフォルニアイングリッシュ。だからこの前ね、あの英語でお客様ってお話ししてたんですけど、うん、私見るまでは英語のあの外国の方が3人いるのかなって、うん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 、そんな風に感じました。うん、それぐらいね、はい、ベラベラですよね。ネイティブですよね。はい、陽子先生の英会話英語で話そうですね。はい、第3土曜日14時から45分間、はい、ぜひぜひご予約お願いいたします。お願いします。そうですね、あの陽子先生すごい気軽な方なんで、はい、はい、すごいこう話がしやすいですよね。うん、話がとてもしやすいと思います。はい、その前に、ね、うん、もう初めてなんですって方がいらっしゃったんですけど、うん、楽しそうにお話しされてたし、うん、また来ますっておっしゃってましたから。そうですよね、キョンさんもめちゃくちゃよく陽子先生とお話をされている。そうですね、うん、あの突っ込まれることが多いです。陽子先生落ち着いた方ですので、うん、うんうん、さんって優しく見守ってくださっているような感じでございます。うん、今度陽子先生にも YouTube 出ていただけたらいいですよね。交渉しなくては。そう、交渉しないとまだ、はい、出てもらっていないので。でも他にもなんかゲストいっぱい、はい、いっぱいあの最近お迎えしてますよね。そうですね、うん、あの出ていただくとね、私とても助かります。そうですね、トーク弾みますよね。そうなんです。この間もヘッドマッサージといい、アロマといい、はい、あと真帆先生といい、はい、あのね、テルミーの真帆先生。そうなんです。やっぱりね、この会話のキャッチボールがね、楽しいのプラス、うん、あの私が思っていた以上に先生たちのお話が深いので、うんうんうん、ぜひぜひご一緒に出ていただいて、うん、陽
陽子先生にも出ていただいて、嫌だ嫌だって言っても出ていただいて、それから出たいよっていう方もね、そうですね、集中でございます、うんうん、あの講師の方でね、宣伝にもなりますからね。そうですよね。それになんか英語で話していただくとね、ちょっとキョンさんも英会話のレッスンになるんじゃないですか。なりますかね。私まず日本語を勉強しなきゃいけないかもしれません。日本語がたどたどしいって言われたことありますので、英会話よりも日本語かもしれませんが、なんちゃって英会話で陽子先生とはお話ししていこうかなと思っております。はい、はい、ではもう一度繰り返しお願いいたします、はい、陽子先生と英語で話そう第3土曜日14時から45分間ワンドリンクプラス300円で受講できますので、ぜひぜひお越しください、はい、予約お待ちしております。はい、で、電話番号ですが、はい、電話番号が072、はい、こちらに載っております。072743、こちらですね、9088、はい、お問い合わせはミックスカフェまでお願いいたします。では、キョンさんいつもの行きましょうか、はいはい、これの、はい、これのです、蚊に刺されながら、はい、はい、はい、それではこの動画がいいなと思った方は、はい、いいね、グッドボタン、はい、高評価をお願いいたします。高評価もお願いします。それからチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。お願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、10月13日から24日までのランチのメニューになっております。お肉、冷しゃぶ、香味ソース。お魚、白身魚の南蛮、ピタパン、焼き鳥となっております。こちらのメニューで皆様をお待ちしております。ぜひぜひご来店ください。Hello, I'm Kevin and I'm an English teacher at a mixed cafe. And today we at the English lesson we talked about how we could improve our English.Or how we could, instead of translating from Japanese to English, how we could try to think in English and speak English fluently without having to rely on translating Japanese to English. Next week, hopefully, we could further expand our English vocabulary and get better at just getting better at talking fluently. Thank you.